魚釣りするだけ。皆さんこんにちは、田中です。今回はこちらのゲームやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。うわー、なんかいいねこれ。音楽も落ち着く。この背景のこの水色も僕の好きな水色。これ何時間見てもこれ飽きない色だよね。でしかも雲の形もいいさ。でしかもこのさ、釣り竿ももういいよね、この P の字。でしかもキャラクターも可愛い、はーね、チコちゃんみたいな感じでもう可愛いということで、ただ魚釣りをするだけということで、なんか23種類くらいね釣れるらしいですね。でなんか中には魚じゃないものもあるらしいですね。なんかまあマインクラフトみたいな感じでしょうか。ではやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 GO。 おお、なるほど、釣り成功回数みたいな感じであるんですね。でなるほどね。じゃあセーブしましょうか。何もしてないけど、何もしてないけど、セーブしましょう。OK。で、なるほど。釣りのやり方、魚を釣る図鑑を見るということで、まずこれで釣りのやり方見てみましょう。どんな感じなんだ？魚を釣るを押して釣りができるよ。少し待つと魚がかかって、こんな風にびっくりマークが出るよ。別にタップしなくてもいいよ。フォントかわいいな。びっくりマークが消えたら、このタップボタンが現れるよ。タップボタンが消える前に、タップもしくはクリックしよう。タップボタンを5回押せたら釣りに成功するよ。なるほど、そんなミニゲーム的なものもあるんですね。たまにこの10回タップボタンが現れるよ。このボタンが消える前に10回連打できたら釣りに成功するよ。大きい魚やレアな魚が釣れるかも。好きなだけ魚釣りをしよう。おー、いいねー。ちょっとね、これ落とされるか心配ですけども、それでは早速ね、魚釣っていきましょう。で図鑑がほら、おろ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 、すごい図鑑ですね。ほら、結構あるね。これが23種類的な感じなんでしょうか。じゃあ早速魚釣っていきましょう。ガチャみたいな感じですね。よし、やっていきましょう。これでしばらく、おー来た。でタップボタン、あー、そういうことね。なるほど、瞬時にパッてやらないとダメなんだね。魚が逃げてしまった。 Oh my god。 待ってね、これもう1、2、3、4、なるほど、こういう感じか。面白い。変なとこにタップボタンが現れて、それができるんです。なるほど。おー、来た。マグロ。泳ぎを止めると窒息する。ものすごく体力があって尊敬する。説明文面白い感じですね。いや、可愛いな、マグロも。いいね。よし、じゃあもう一回釣ろうか。こんな感じで釣り成功回数みたいなのあるんだね。オッケー。で、タップボタン。あ、1、2、3、4、ゴール。あー、魚が逃げてる。やばいやばい。え、でもちょっと待って、高橋名人になれるのできないかもしれない。ちょっとこれ頑張ります。なるほど、10回多分結構レアなんかな。レアな魚が釣れる可能性がありますね。はい。1、2、3、4、5、OK! これはいけるね。どの魚だ？お、ワカメ。魚じゃないね、これは。まあ。なんかひたすら健康にいっぱい食べよう。ちょっと雑いな。なるほどね。で、ちょっと図鑑見てみると。お、ここのまだ1列目のとこにいるのかな。なんかまだ10、1回とか、まあ、5回くらい行くとあんま被らないっぽいよね。で、そっから被るかもしれませんね。はい。では、もっと釣っていきますよ。で、10回系の対策がちょっとまだわかんないんだけど、一旦やっていきましょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、OK! 来た。お、ホウジロザメ。なるほどね。サメね。フカヒレは高級食材。肉はかまぼこにもできる。そうなの？美味しくいただこう。お、めちゃんこうんちくじゃん。ありがとうございます。お、マジか。え、あ、そうなんだ。え、あ、サメってキャビアしか、ああ、そうなんだ、勉強になります。ありがとうございます。いや、本当にこれ、教育的にめっちゃいいね。じゃあ、もっと魚釣ろう。で、10回タップもできたんで、怖い。1、2、3、4、5、6、OK、OK。偽金魚。偽金魚。ということで、ゴールドなフィッシュではない。あ、ではある。ゴールドなフィッシュではある。本物の金魚は海にいない。逆に偽金魚の方が嬉しいね。シャチホコみたいな感じでしょこれ。マッキンキンでしょこれ。純金 100% じゃないこれ。嬉しいな、これ。いや、嬉しい。これ、これ欲しいね。これ結構レア枠にいるんじゃない？あ、なんか、お、レア枠だ。これ絶対レア枠でしょ、ほら。ね、レア枠にいます。ありがとうございます。これいいね。じゃあ、もう 4回くらい成功してるんで、かぶると思いますけども、やっていきましょうか。はい。こい、あ、ドゥルルルルルル、魚が逃げてる。いや、結構難易度高いね。ちょっとやばいな。ちょっと、じゃあ、もう一回やってみますね。ちょっと逃してしまうか。会話録、あ、これじゃねえ、これじゃねえ。魚釣りましょう。OK。これもう連打ですよ。連打、連打していきますね。これ10回連打はちょっと苦手。2、3、4、5。これはもういけるんじゃない？何が来る？
お、人で、おお、口から胃袋を出して攻撃ができる、マジ？え、マジ？すごい。すごい。え、毒に気をつけたら食べられる。あ、人手って毒持ってるんだ。あ、マジで？すげえ。あ、攻撃力もあるんだ。ああ、初めて知った。うわ、面白い。で、ここでちょっと文字稼ぎしてますけども。おお。じゃあ、魚釣ります。面白いな。普通に勉強になるわ。じゃあ、二十何種類いるということで。はい、じゅ、来た。今一瞬できないと思ったけど来ました。おお、マンボウ。実はフグの仲間、マジですか。なんだこれは。なんとかランスは魚類でナンバーワン。おお、すごい、お得ですね。美味しい食べ方がいっぱいある。あ、マンボウの魚って結構美味しいんだ。はあ、なんか人生で一回は食べてみたいな感じがしますね。わ、いいね。よし、ということで、あれ、待って、OKOK、よし。じゃあ、魚釣りましょう。これでちょっと10回タップに備えまーす。OK、に、あーん！あ、なるほど。変なとこ押しちゃうと逃げてしまうんですね。ちょっと初めてだな。ちょっとこれ頑張ってやっていきますね。よし、これで、はい。1、2、3、4、5、OK、来た。なんか釣れる？お、たこ焼き。べしゃべしゃじゃないこれ。うん。せめて袋に入れてほしいんですけども。お、海水が染み込んでいてしっとりしている。あまり食べたくない。お、その手もあったか。なるほどね。お、図鑑見てるね。これレア枠なんじゃないたこ焼き。あ、そんなレア枠でもなかったね。で、やっぱでかい、でかいのはここら辺に後で残ってるのかな。面白い。じゃあ、魚釣りましょう。10回タップがちょっと警戒なんですけども。どこだ？あ、いた、いえちゃう！来た、よし。また来た。かぶったな。10回の時ちょっとレア系が出るのかな。よし、やっていきましょう。どこだ？ここ、あー！悲しいな、俺。ちょっと待ってね。よし、釣れた、よし。どこだ？1、2、3、4、5、OK、来た。何が釣れた？おお、なんだこれ、スカシカシパン。何これ、え、スカシカシパン。これパンの種類かな。スカシカシパン、スカシカシパン、スカシカシパン。おお、言えた。ウニの仲間。あ、パンじゃないんだ。あ、ウニの仲間なんだ。なるほど。サンドダラーとも呼ばれる。おお、かっこいいな、サンドダラー。菓子パンにそっくり。確かにね。あ、だからパンっていう名前が付いてるんだね。お、菓子パン。わー、すげー、これいいね。勉強なんね。じゃあ、引きましょう。よし。これで、パッ、OK、来た。1、2、3、4、5、6、7、9、今の早い。これ、いいから。よしよし。過去最高記録じゃない？おー。プラチナ魚。これ、プラチナ魚なんかな？白銀色、白銀色に輝く魚。金色の上位互換。来た。これ、伝説レアなんじゃない？プラチナの名に関する魚は実際にたくさんいる。なるほど。おう、まあ、確かに魚ってなんか角度によっちゃこんな風に見えるもんね。お、これレア枠にいるんじゃないですか。レア枠、レア枠、レア枠。おお、これ一番レアなんじゃないこれね。これレア順だと思います。すげえ、いきなり神引きしたよ。ありがとうございます。来ました、ありがとうございます。これ来ちゃいました。じゃあですね、もっと引きまーす。どうだ、え、シネプサムシェプゴ、来た。オッケー、何が釣れる。フグ。おー、いいね、このツヤ。可愛い見た目でやばい猛毒持ち。素人調理は厳禁。なるほどね。これドラゴンボールでもね、ランチさんが料理してね、こうお腹壊しちゃいましたからね。はい、皆さん元気でございます。じゃあ、魚どんどん作っていきましょう。パッ、来た。1、2、3、4、5、OK。何ですか今回は。アジ。おー、来ました。釣り初心者に優しい上にうまい。美味しい。なるほどね。味がいいからこの名前らしい。お、マジか。お、マジとか言っちゃったけど。味、いい味、マジ。あー、なるほどね。いいですね。まあ、これはレア枠じゃないね。ここら辺にいるよね。うん、一番最初だ。一番最初キャラ来ましたね。なるほど。じゃあ、どんどん釣っていきましょう。釣り成功回数12回っぽいですね。よし、来い。よしね、最初にゴルルルルル、来た。慣れてきたね、10回タクも。でかい。アイコンはみ出てるよ。ちょっと、ダイオウイカ。でっかい。
これ実際にでかいのかな。すごいな、でっかい。ちょっと図鑑どんな感じになってんの。おお、これでかいね。これマンボよりでかいじゃん。すごい。じゃあ早速もう一回弾きましょうか。はい。こなんだ、1、2、3、4、あー、なんかちょっとずつ難しくなってるね。わー、これね、難しいなー。来てくれ、来てくれ。1、2、3、4、5、来た。これいけたでしょ。よし。おい、人でかぶったなー。これよく見たらここね、隙間空いてるね。うん。あ、やべ、ぼーっとしてた。今、ぼーっとしてた。だけどいけた。よし。なんだ、何が来る？おー、水クラゲ。おー、かわいいね。小さなクラゲ。ちょこっと毒があるけど食べられる。なるほど。クラゲって毒ちょっと持ってるって聞いたことあるんですけども。わ、美味しそうだね、これね。じゃあ、魚どんどん釣っていきましょうか。ホラーゲームじゃないから別にそんな怖い系はないと思います。よし。カニの腕。おお、ほほ。たった今、海のどこかに無力なカニが生まれてしまった。ちょっとナレーション不思議だな。なるほど。どんどんいろんなもの釣っていきましょうか。来い。なんだ？1、2、3、4、5。なんか被る予感。おお、被ってしまいましたね。予想通りでございますけども。よし、来た。で、1、2、3、4、5。来た。なんだ？被らないでくれ。さっき被ったばっかりなんよ。なるほど。これ結構被る系なのかな？まあいいや。で、全然10回タップ来ないね。よし、何か来る？うわ、バリクソめちゃくそ被るやん。待て待て待て、ちょっと。来た！ 10 回タップ来た！逃したくない、このチャンス。バリクソ被りましたね。これね、いけるかな？これコンプリートできる？本当に。やべ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 、あー、課金しないとコンプリートできないとかやめてね。うん。いやー、これ全然ね、できませんね。ちょっと頑張りましょう。これ集中しましょう。実況どころでございません。くいーっ、あー、今のなんか、んー、ちょっと難しかったね。頑張りましょう。魚釣っていくよ、どんどん。来い！来い、来た。1、2、3、4、5。OK！ 今の来たでしょ。もう3回目来たね。なるほど、これ図鑑コンプリートしてないよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9種類もコンプリートしてない。なるほど。じゃあ頑張りましょう。これで、1、2、3、あー！無事、なんか簡単だと思ってたけど意外と難しいね。はい、これで、はい、1、2、3、4、4、4、4、4、4、来た、これ来て、あー、偽金魚。本物金魚もいるのかな。いや、いるわけないね、海だから。わー、ちょっとそろそろコンプリートはしたいとこだけど。あー、ててよし。よしよしよし。おー、これは、あー、これさっきコンプリートしたね。なんかめちゃくちゃコンプリートするやん。オッケー。ちょ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 、1、2、3、4、5。オッケー。よし。何が釣れる？わー、結構運いい方だったのかな。まあ、100回くらい、釣り100回来たらまあ終わっていきたいと思いますけども。OK。よーし。お、プラチナ。ガチャ運良すぎるでしょ、僕。ねえ。よし。これで、来た。よし、これで、来い来い来い。逃げたの？今のめちゃくちゃ早かったじゃん。だから多分あれはレア枠だったんでしょうね。1、2、3、4、5。OK。何が釣れる？ふうか。かぶるね。まあまあ、100回までまだまだありますから、うん。100回やるまでもう終わりませんよ。頑張ります。コンプリートしたい。2、3、4、5、来た。これはいいんじゃない？おお！今までで一番嬉しい。ただの空き缶、ポイ捨て禁止。うわぁ、マジで嬉しい。ありがとうございます。ちょっとへこんじゃってるし、これしかも缶開いてるよね、空き缶だから。だから中に海水めちゃくちゃあって、こん中になんかあるんじゃない？まだ。まだレアな魚があるんじゃない？ちょっと。これちょっと中見てよ。あ、見れないっぽいね。これ絶対レアじゃないでしょ。うん、レアじゃないね。うん、じゃあこの2枠目もちょっと行きたいですね。じゃあ頑張って釣っていきましょう。ゴー！よし、何が来る？来た。1、2、3、4、5。あー！
マジか、今残したらちょっと大小は大きいんじゃない？あいあい、来てくれ。カニ、あ、カニ来ました。よっしゃー、おー、カニのうだありましたけども、このカニじゃなくてよかったね。カニ、この世で最もじゃんけんに弱い生き物。なるほど、ドラえもんと並ぶ感じですね。じゃあもう一回釣りましょう。来い来い来い。はい、1、2、3、4、5。何が来る？また来た。ある程度予想できたのよ。もう一回カニ来るんじゃないって。いや、まさか来た。マジかー。これが多分1枠目のとこかな。あ、違う、2枠目。あ、ここだよね。なるほど、結構釣ってないのあるね。うん、頑張りましょうか。じゃあどんどん釣っていきますよ。でも結構難しい系なのが多いのかな。1、2、3、4、5。オッケー。なんだ？うわあ。カニ来た。おお。30回釣りに成功。すごい。エンブレムを見つけました。何それ？何これ何これ？バッチを発見、大量。バッチをニュース。うう。ログインしろ的な感じ。なるほどね。面白いなこれ。なるほど。このゲームシステム面白いな。よし、やっていきましょう。うっ、こい。1、2、3、4、5。あー、めっちゃカニ出るやん。もううん、嬉しいんだけど、こんなバケツ入らないでしょ、カニ。よし。来い、来た。1、2、3、4、5。ああ。めちゃくちゃ魚逃げてるやん。まあいいや。はい、頑張って。もうコンプリートしたいんだよな。来い、来た。で、1、2、ああ、今のはちょっとやばい。大小でかすぎんだろ。頑張ろう、頑張ろう。気合入れてこう。OK、キュービーゴー。よし、こっからだよ。はい。1、2、3、4、5。今のいけた。よっしゃ。なんだ？うわー、来た。カニ一族多いなー。ちょっと。いけるかな、これ。はい。1、2、3。あー！やばい。幻覚見てるかもしれない。ちょっとやばいやばいやばい。目をちょっとこれね、目をちょっと、うん、休ませないと。うん、遠くのを見ます。オッケー。見ることできました。よし、やってきます。はい。来た。1、2、3、4、5。来た。これは落ち着いてやればいいね。あー、めっちゃかぶるやん。頼むから新しいの来てくれ。こんな早くかぶりってくるんだね。オッケー、来た。なんだなんだ。あー、わかめかー。よし、来ていきましょう。1、2、3、4、5。カニかー。あー、このカニの2が漢字の2になってるバージョンでもいいから来てほしいな。うん、ちょっと若干違うっていうのでいいから来てほしい。めっちゃかぶるね。やっぱガチャンウィーヨンに見つかって意外と悪いかもしんない。1、2、3、4、5。よし。何が来る？あ、機関来た。はい、来て。来た。あ、1、2、3、ミスター。いけるか、来た。おう、でっかい。でっかい。でかいよ。頑張りましょう。よし、もう100回まで私はいけます。絶対いけます。 GO！ 来た。あー、来た。1、2、3、4、5。これ何来る？うお。めっちゃかぶるやん。排出率どうなってるんでしょうか。1、2、3、4、5。 OK。 おお、はあ、よっしゃ、来た来たー。いや、マジでいいよ。嬉しい。上司のグレイさん。何これ何これ。混乱してるのが天使の輪か。何これ。天使の方が木星なんでしょうか。何ですか、あなた。おう、素潜りで魚取ってたらしい。なんか取ってますね。おう、いいね。
おー、グレイさんって方が魚釣ってる。いいですね。おっしゃー、この調子でいこう。オッケー、よし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 。ほらほら、ちょっと笑ってるようにも見えるよ。行こう。よし、行こう。1、2、3、4、5、来た。なんだ、はあ、持ってる持ってる。はい、頑張ってみましょう。はい、1、2、3、あお、はい、どれだ。1、2、3、4、5。はい、何ですか、かぶってる感が。おめんだこ、可愛いけど臭いし美味しくもないらしい。最初の方を褒めといて後の2つちょっと悪口で、ちょっとかわいそうやな。あー、ここからまた神様が私の味方についてくれたじゃない。あ、でもこれなんかあんまりレアしない枠的なやつがまだ1つ残ってますね。おっしゃー。で、お、上司のグレイさんはここら辺なんだ。で、メンダコもここら辺なんだね。うん、ニツクラブもここか。おー、で、お、星さん枠というかね、お、レア枠はここにあるということで。いや、おお、いいじゃないですか。やっていこうじゃないですか。オッケー、キュビゴ。何が釣れる、何が釣れる、何が釣れる。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、偽金魚。オッケー、釣っていきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、多分9回とかそこら辺だよね。惜しい、めっちゃん惜しい。もう一回釣っていきましょう。何が釣れる？ポッ、来い。1、2、3、4。あお、わあ、はい、あげました。1、2、3、4、5。 OK、 幻覚見えなくなってきた。よっしゃ、来た。あー、 OK、 かぶった。44回目。これはゾロ目来るんじゃない？これ。よし、ゾロ目来い。ゾロ目にこれ来たか。オッケー、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 オッケー。まだまだ行けます。よし、来た。1、2、3、4、5。なんか反応がワンパターンになってきてますけど、お、木彫りのカジカ。木彫りきた。木彫りのカジカだ。ただだとビックリマークつけただけ。だから説明文雑くなってきてるな。でもこのクオリティね、結構レア枠なんじゃない。ほら、レア枠きた。オッケー、行ったります。オラ行ったります。よし、じゃあ魚釣っていきます。いや、これはいいよ、なんか。ほんとに。1、2、3、4。あ、やべやべやべ。オッケー、危ない。今一瞬さ、なんか、魚は逃げてしまったって表示されるかと思ったら、その下パッて来ましたね。って思ってみたら、かぶってた。オッケー。でもなんか、結構いいんじゃない？これ100回以内には見つけられそうだよ。1、2、3、4、5、来た。オッケー。オッケー。結構かぶるね。結構かぶるね。1、2、3、4、5。来た。何が来る？ででーん。わー。で、そういえば何この傷。ちょっと怖いんですけども。おー。すごいね。4次元バケツですね。どんどんやっていきますよ。OK。1、2、3、4、5。よっしゃ。お、もうついに半分来ました。こっからまた半分頑張っていきましょう。1、2、3、4、5。 OK、 メンダコこれかぶね、かぶったね。あー、メンダコの目開けてるバージョン欲しい。 OK、 やっていきましょう。うっ、来た。1、2、3、4、5。 OK、 今ちょっと無理かと思ったけど、よし、なんだ。おー、待って待って待って、新種じゃない？新種。無力なカニ。なるほど、あのちょっと取られたやつですね。来ました、無力なカニ。I love カニ。
じゃんけんに挑むことすら不可能になったカニ。よっしゃよっしゃ、マジでありがとう運営さん、ありがとう。あー来た。じゃあ図鑑確認しちゃおう。これ結構レア枠なんじゃない？あ、違うわ。ここでちょっとコンビというかトリオ揃ってきましたね。なるほど。おお、すげえ。おお、いいですね。あー、めちゃくちゃ履歴残ってる、恥ずかしい。ちょっと消したい。オッケー。で、星1のこの幕がまだ出てないね。ちょっと出したいね。よし、じゃあ、釣っていきましょう。やばい、なんか頭クラクラしてきた。1、2、3、4、5、オッケー。何が来る？大丈夫、大丈夫。5回までだったら、まあ、いける、いける。まだ絶望じゃないですよ。オッケー、1、2、3、4、5。よしよし、大丈夫、大丈夫、大丈夫。いけますよ。いったりまーす。1、2、3、4、5。うん、かぶりましたね。はい、大丈夫ですよ。1、2、3、4、5。うっし、おいしい。あれ、待て待て待て、あれ、ウニってかぶったっけ。いや、かぶってないよね。え、かぶってないよね。よかったよかった。うん、かぶってないよね。よしよし、あれ、あ、かぶったかも。マジか。え、待て待て待て、え、あ、かぶりましたね。こんなテンションめちゃくちゃ高かったけど、多分かぶってるわ。うん、なんか見たことある気がするもん、これ。かぶったか。ちょっと見てみるね。もうかぶってないかも。よっしゃ。いやー、いい感じで動画盛り上げてくれじゃない。よっしゃ。ということで、この枠もコンプリートいたしました。せっかくならここもう一個中途半端だから追加してほしいよね。はい、よし。1、待って、え、残り2種類。よし、2種類来ました。またなんかしょうもないこと言ったけど来た。あと2種類でございます。行きましょう。よし、これいけるんじゃない？ノリノリだ。あい！うん、いいよ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 。このくらいこのくらいへっちゃらですよ。はい、至ります。久々すぎる。二隻金魚ね。うん、10回タップだとあんま出てこない感じがあるかもしれないね。よーし、待って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 。よし、アプラチナね。なんか銀とか銅とか欲しいな。よし、来い。1、2、3。なんか逃してる可能性あるよね、結構新種を。いったりますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK。来ました。はい、めっちゃかぶります。なんかめちゃくちゃ最初喜んでたのにね。今こうなっちゃうんだね、周回したと。おお、たたた。よし。Remember? よし、やっていきましょう。1、2、3、4、5、OK。ここら辺の配置はありがたい。空き缶来ました。なんか左右反転されてるだけでもいいから欲しい。お願い。来て。I want to... あ、やべ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 。ギリギリセーフ。よっしゃ。うぅ。わぁ、空き缶来ちゃうね。来い。2、3、4、5。ウニ来た。まあいいや。はい。いやでもね、まだあと40回、37回ありますから、37回頑張ってやっていきましょう。はい、やっていきましょう。なんかここら辺に動画視聴すると、まだ当たっていないのが出会えるみたいな、そういうのも欲しいな。動画視聴サービス、よければ追加してください。お願いします。じゃあ、魚釣りまくってみますね。来い。1、2、3、4、5。ちょっと落ち着いていきましょうか。うん。ちょっとならいけるから。うん、水クラゲ、これもいけます。はい、かぶりましたね。でも、70回までに出てくれれば嬉しいよね。よしよし。1、2、3、4、5。あお、かぶったー。おお、
おー、あーちょ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 、はい、あと2種類だよね。だから頑張りますね。I want to three, four, five. OK. 来てくれ。うわー、無力。うん、なんかメタル化したカニとかでもいいからちょっと欲しいな。パン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 。ちょ、やばいな。あまりゆっくりやりすぎてしまうとですね、ちょっと逃げられてしまうので、ちょ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 、よし。青、プラチナ。何回くらい連打してるんだろうね。あ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。来て。おっ、これ新しいよね。来たー、来たよね。来たよね。よっしゃ。ちょうどこの前、スーパー変身マリオでこのネタやったのよ。やーべえ、なんかコラボレーションしない？ちょ、お兄さん TV とコラボしようよ。いいねー。よければスーパー変身マリオご覧ください。海水が染み込んでいてしっとりとしている。あまり食べたくない。そんなこと言わんとって。うん。食べてみないとわかんない、この味は。うん。いい感じで、ね、塩味もあって美味しいと思う。よっしゃ。塩分チャージありがとうございます。よっしゃ、体液きた。待て待て、これ残り1種類じゃない？せっかくだから、あと1回。ではなので、図鑑ちょっとお預けにしておきましょう。これでコンプリートしたら、これなんか、それでまたコンプリート、全部合わさってるやつとか来るんじゃない？なんか全部合わさってるやつ欲しいよね。歴代魚が全部集合してるオールスターズみたいな。ちょ、ください。押します。じゃあ、行くぞ！おぉ！ 100 回まではいけそうだね。よし、1、2、3、4、5、OK。うんうん、ちょっと似てるけど、ちょっとさっきの似てるけど違うね。はい、あったったった、はい、オッケー、来た、来てください。はい、大丈夫大丈夫。うん、ここでいきなりバッて来てしまったら感動も何もない。なのでここでもうちょい踏ん張ってください。お願いします。ちょっと梅さん踏ん張ってくださいね。今から僕が当たりっていうまでちょっと踏ん張ってくださいね。うん、よし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 、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。はい。なんかパー出してるカニ欲しいな。オッケー。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。来て。あー、びっくりした。じゃ、拍手の体勢を構えようとした瞬間、ちょっと違ったね。あー、なんかね、グレーさんね。あー。オッケー、オッケー、オッケー。いけます、いけます。よしよしよし。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。ででーん。あっ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 。まだまだいきます。ああ。大丈夫です。なんかこの水の色がさ、金色にとかなんかなってほしいね。確定演出みたいなの来てほしいんだけどな。来てほしい、来てほしい。それかさ、なんかいきなりここに雲がたくさん集まって、髪だけブルッドカーン落ちてさ、うん、そういうのも来てほしいよね。よし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 、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。いけます、いけます、いけます。よし、頑張りましょう。1、2、3、4、5、OK。何が来る？ウニ。オッケー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 。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。来て。無力の中に。よし、ひたすら釣っていきますよ。まさかコンプしたとかじゃないよね。待って、ごめんごめん。魚逃げてしまった。ごめんごめん。え、待って。コンプしてないよね、まだね。してないしてない、してないよね。そう信じます、オッケーオッケー。コンプしたらなんか、またなんか別のサイトに誘導されるかもしれないんで。うん、ちょっとお願いしますよ。はい、なので、コンプリートします。絶対にしてみせます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。あ、じまって、待った。これやったね。やったね。うおー、すげえ。おー、頑張りましょう。アジですね。まだ大丈夫です。かい。
1, 2, 3, 4, 5。マグロ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 、オッケー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 、よし、ワンドチャパパシクジマテテプラチナだからね。なので10回連打の時はあの最後のとこの図鑑が出る感じでしょうかね。いざしコレクション基準もうもはやプラチナの価値もない気がしますけども、来てください。あん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 、たい焼きね、うん、はい、来てください、お願いします。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、人でね、うん、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、チク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 、なかなか出ないね。いや頑張りますよ、最後のね、ほんとね、うん、超激レア、私ほんとにもう運いいんで、自分で言うのもなんですけども、はい、頑張ります。まあ運はちょっと来月くらいまで貯めておきたいんですけども、頑張ってね、もう運を使わないような感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと遅かったか、よし、木彫りの価値かか、 OK、 来て、あー今の釣れたの、ありがとう、あー優しい、うーわ神運営やん、ありがとう。ひたすら釣っていきますね、よし来てください、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、待て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 、あれ待て、違うよね、待て待て、あれ待て待て待て、え、ごめん、こんな反応で悪かったかもしれない、ごめん待って、これさ、コンプリートしたんじゃね待て待て待て、ごめん、反応がよっしゃおらーブハブハーじゃなくてさ、あれマジでコンプリートしちゃった、え、この説明文見たことないもん。心臓が3つ以上ある上に視力がすごくいいらしい、いかにして料理しようか、え、このダジャレ新しい、いかにして料理しようか、え、これでできてたらまあ嬉しいけど、これでできてなくてもどっちにしろはずいわ、え、マジで、よっしゃ、昨日アメトークで録画しておいたイカ大好き芸人見といてよかった、あーよかった、マジか。でもなんかコンプリートっていうゲージ出てきてないね、ちょっと不安だな。じゃあちょっと図鑑見てみますね、あー、できてます、できてます。じゃあ見てみますね。いや、ちょっとこれ最後おさらいとして見ていきましょう。アジ、釣り初心者に優しい上に美味しい、味がいいからこの名前らしい。イカ、心臓が3つある上に視力がすごくいいらしい、いかにして料理にしようかそんなこと言っちゃいかん、なんや、いいけどいいけど、ちょっと今のは滑りましたけども、オッケー。フグ、可愛い見た目でやばい猛毒持ち、素人調理は厳禁、なるほどね。スカシカシパン、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 調子いい。よし、ウニの仲間、サンドダラとも呼ばれる、カシパンにそっくり、いいね。マグロ、泳ぎを止めると窒息する、ものすごく体力があって尊敬する、そうだね、寝てる間も動き続けるんだそうですね。人で、口から胃袋を出して攻撃ができる、すごい、毒に気をつけたら食べられる。空き缶、ただの空き缶、ポイ捨て禁止。バカメ、なんかひたすら健康にいっぱい食べようなんかここまではなんか豆知識とかうんちく系だけどさ、ここもううんちく系でもなんでもないよねじゃあ来ました、こちらでいきましょう。たい焼き、海水が染み込んでいてしっとりしている、あまり食べたくない。たこ焼き、海水、海水か、海水が染み込んでいてしっとりとしている、あまり食べたくない。ここね、一文字違いですよね。上司のグレーさん素潜りで魚取ってたらしいカニ、この世で最もじゃんけんに弱い生き物。カニの腕、たった今海のどこかに無力なカニが生まれてしまった。これね無力なカニ、
じゃんけんに挑むことすら不可能になったカニ。メンダコ、可愛いけど臭いし美味しくないらしい。水クラゲ、小さなクラゲ、ちょこっと毒があるけど食べられる。でここら辺またうんちくもできました。はい、もうこれもコンプリートきた、ありがとうございます。木彫りのカジカ、木彫りのカジカだ。手抜き 100%、 ウニ美味しい。手抜き 10,000%、 マンボウ、実はフグの仲間。フルシルリは魚類でナンバーワン。美味しい食べ方がいっぱいある。ホウジロザメ、フカヒレは高級食材、肉はかまぼこにもできる、美味しくいただこう。ダイオウイカ、でっけっ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18 個くらいあるね。すごい。偽金魚、ゴールドフィッシュではある、本物の金魚は海にいない。最後、プラチナ魚、白銀色白銀色に輝く魚、金色の上位互換ハテナ、プラチナの名を冠する魚は実際にたくさんいるしゃ。ということで全部コンプリート、ありがとうございます。でちなみに86回と、ああ嬉しい、脳汁ドビュリドビュリでございます、ありがとうございます。またね、次回この作品の新作出ましたら、よければね、コメント欄で教えてください。要はやっていきたいと思います。最後まで見てくれてありがとう。まとめたな、イエーイ。このね、なんか次回ね、作る場合はですね、このなんか、海になんか確定演出とかさ、この雷の確定演出とかね、なんか、この女の子の、この子のちょっとね、変化とかもあってほしいですね。なんかこう、スーパーサイヤ人になるとかなってほしいですよね。お願いします。